高血圧、自律神経の不調やストレスで起こるんですよ。こんにちは、花町接骨院久松です。今回は高血圧も引き起こす自律神経のストレスということでお話しいたします。少し前の動画でですね、自律神経の不調で低血圧が起こるよというふうにねお話ししたんですけども、自律神経の不調で高血圧も起こるんです。今回はそれについてお話しいたします。そして、この動画をご覧になることにより、自律神経の不調が原因で起こる高血圧、それに対してあなたは対策ができるようになるはずです。ではお話しいたします。高血圧、高血圧なんですけど、要は血管、血管の内壁をこの血液がぐわっと押す力、これが強い状態、そういう状態高血圧なんですけども、高血圧病気とか肥満、喫煙、あと食生活、これ食塩取りすぎですよね、そういったことなどが原因で起こります。ただね、先ほど言いましたけども、自律神経、自律神経の乱れでも高血圧って起こるんです。自律神経は、活動している時に優位になる興奮のスイッチである交感神経っていうのと、休息している時に優位になる、回復のスイッチである副交感神経って2つあります。いわゆるもう交感神経が自動車で言えばアクセル、副交感神経が自動車で言えばブレーキ。これがね、うまく入れ替わることによって、我々の体っていい状態で生活できるようになるんですけども、こちらのね、アクセルの方である交感神経。交感神経が強く出すぎると、血圧が上がってしまうんです。どういう時になるかというと、もう、ストレスや、あと不安、緊張などがあるとね、交感神経が高ぶってしまって、血圧が上がってしまうんです。ではその時、そういったことで自律神経の乱れ、こういったね、ストレス、不安、緊張が原因で起こる高血圧に対してどのように対策すればいいか、その方法を今からお教えいたします。自律神経ね、ストレスとかね、緊張の不安が原因で起こる高血圧なんですけども、そういった時状態で呼吸が浅く荒くなってるんですよ。ですから呼吸を大きく深くするために必要な方法、それは横隔膜のセルフケアが大事になります。椅子に座って背筋を伸ばした状態、もしくは仰向けになります。どちらでもいいです。あなたがやりやすい方で、その時のシチュエーションにもお任せします。そしてその状態で、両手で溝落ちを押します。押したら圧を緩めずにそのまま上に引き上げます。この時皮だけ行くのではなく横隔膜を押し上げる、肋骨全体上に押し上げるイメージで押してあげていきます。これを1分やりましょう。座ってる状態ですとこのように押して上に引き上げていきます。これを1分やります。あとは、こういった高血圧を抑える時代抑える対策として、激しい運動じゃなく軽い、本当にちょっと少し歩くとかね、ストレッチするなど軽い運動、もしくはぬるめの風呂にゆっくり浸かるっていうね、入浴も有効になります。そしてあともう一つやる方法としては爪のツボを押していきます。爪の、指のね生え際の内側と外側に清血というツボがあります。この清血のツボ、反対側の親指と人差し指でギューッとつまみます。痛気持ちいいぐらいで10秒ぐらいつまみます。終わったら人差し指、終わったら中指、そして、薬指は絶対やらないでください。そして、今度は小指、薬指は、交感神経のスイッチが入ってしまうので逆効果になります。そして、今度は反対側の手もやります。親指、人差し指、中指、薬指を省いて、小指。で、10秒ぐらいずつね、気持ちよく押していきます。このね、ツボ押しをやることでも、自律神経が整い、不安や緊張が収まって、高血圧も収まりやすくなります。ぜひね、
あなたが、自律神経が原因、不安、緊張、ストレスなどが原因の、ね、高血圧になっているようでしたら、これらの対策をして、ぜひ高血圧を収めるようにしてみてください。今回の動画は以上になります。今回の動画があなたにとって少しでもヒントがございましたら、グッドボタンお願いします。また、質問やコメントは下のコメント欄からお願いいたします。そして私今後も、自律神経やお体に関する情報をどんどん上げていきます。ご興味がございましたらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ということで今回も動画を最後までご覧いただき誠にありがとうございました。